どうも、ゆっくりチルノです。どうも、ゆっくりスイカです。鬼は外、福は内、スイカは出てけ。いていて、豆を投げんなよ。あ、すっきりした。学校のテストの結果が良くなくてストレス溜まっていたから、豆を模倣的に投げれる節分ってイベントって楽しいわ。豆を躊躇なく投げれるあんたの方がよっぽど鬼だわ。てか、現実には鬼いないのになんでこんなことしてんだろう。それは節分の歴史が関わってくるんだ。というわけで今回は節分の歴史を解説していくわ。というわけで、ゆっくりしていってね。というわけで、最初は節分のルーツを紹介していくわ。節分はもともとは豆まきイベントってわけではなく、季節の分かれ日であった。春から夏になるみたいに季節が変わる日だったってこと？それは違って、変わる日は立春、立夏、立秋、立冬で、節分はその前の日だ。そして今の節分は立春の前日の節分だ。だが昔の立春の前日の節分は2月3日ではなかった。それは旧暦の二十四節気というものが関係してくる。二十四節気は平安時代から使われている暦です。この図は上のように対応します。昔は立春が1年の始まりでした。要は今の節分は昔の大晦日にあたるということになります。もともとは季節の分かれ日の前日であった節分になぜ豆をまくようになったのか。それはついなという儀式が関係してくる。ついなの発祥は中国で、紀元前100年頃には存在していたという。これは疫気を追い出す儀式です。その儀式というのは、熊の皮に黄金の4つ目の面、そして黒い服に赤の塗料を塗ったものを身につけた包装紙が剣と盾を持って疫気を追い出す儀式です。あくまで僕の予想ですが、ついなの儀式の包装紙が今の鬼のイメージを作ったのではとも思ってしまいます。そしてそれが日本に伝わったのは飛鳥時代くらい。飛鳥時代についなが行われていたのが俗日本紀に書かれている。そして奈良時代に疫病が大流行になった時についなが積極的に宮中で行われた。というのも昔は病の原因を鬼の仕業と考えていました。平安時代には厄払いのためについなが多く行われました。その他にも災害駆除と長寿を祈って度胸をする風習があったそうよ。平安時代の頃はまだ宮中でしか行われていなかった。平安の貴族はついなで弓を打ったり太鼓を叩いて包装紙を応援していたそうよ。そして豆まきの文化が始まったのも中国よ。中国の明朝時代に始まったんだって。それが室町時代に日本に伝わり、江戸時代には庶民も今の節分のように豆まきをするようになりました。文献では室町時代の1425年の1月8日に書かれた宮中の関門日記、室町幕府の記録、花井三大記、節分のことを記した日本最古の文献になります。こんな昔から豆まきしていたなんて意外ですね。ただ古来は豆ではなく穀物を使っていたそう。というのも穀物には邪気を払うパワーがあるとされていたためです。そして将軍の夫人である大奥っていうのがいるんだが、彼女らの節分が特殊だったんだ。特殊な節分？そう。というのも無言で豆まきをしたそう。大奥は普段将軍の部屋であるお台所の部屋で女性に囲まれながら暮らしているの。もしこれが大奥が男性だったら天国だろうな。残念ながらお台所の部屋は男性禁制だったそう。ある日を除いてはその日こそ節分、ゴルスイヤクの50歳中年の方が豆をまくために来るそう。大奥の各部屋を福は内と言いながら3回豆をまいたそう。またお台所の部屋では無言でまくそう。そしてお台所の年齢に1つクラスした数の豆を白紙に包んで、それを大奥が御台所の御前に捧げるんだそう。そして祝いの儀式の一環でゴルスイヤクは豆で万々歳と書くそう。今でいう豆アートだね。そして最後は業務を終えたゴルスイヤクを駆除中たちが胴上げしながら祝い歌を歌うというものだった。そして数クラス1つの豆を食べるのは江戸庶民にも普及していた。他にも様々なアレンジをしてたそうよ。例えば昔の新潟の長岡や福島の白川では12粒の豆を囲炉裏の灰の上に並べ来年の天気を占っていたらしい。他にも兵庫県の淡路では翌朝のご飯に豆を入れて食べたり、他にはおまじないに使われたりもしたそうよ。昔ならではの節分もあったんだね。あといくつかのお寺で節分をやってるんだ。今ではお坊さんが豆を投げるんだけど、昔は違っていたんだ。違っていた？豆の代わりにあるものを投げていたんだ。それはお札。お坊さんがお札を3000枚ばらまいたそう。医学が発展してない当時からしたら最高の魔除けだから、みんな取るのに必死だったそうよ。ただ理由は不明ですが、1884年にお札を巻くことが禁止され、それ以降は豆を巻いているそうよ。ちなみについなですが、本場の中国では秦の時代に廃れてしまい、中華人民共和国になった時に廃止されてしまったそうよ。話はそれたが、江戸時代から現代まで節分の豆巻きが続いています。巻くのがなぜ豆になったのか、これにはいろいろな諸説があり、そのうちの3つを紹介しようと思います。1つ目は中国の医学書に大豆は毒性の鬼に効果があると書かれていたからです。2つ目は魔を滅するという意味の
豆つの読み方から来ている説。3つ目は豆からというのも鬼の目をつくと良いと言われていたためである。どれも医学的な根拠の乏しいものばかり。というのもまだ医学が発展してない時代から行われている風習だからなんだ。鬼は当時の人からしたら病気の根源とされ、豆をまくことが健康につながると考えられていたのである。ちなみに豆は食物繊維やポリフェノールが多く含まれているため健康に良いのでおすすめです。全国的には豆をまくのが主流だけど、そうじゃない地域も存在するのだ。例えば北海道や東北地方では落花生をまくそうよ。というのも北の方だから雪が多く豆だと見つけづらいというのが挙げられる。あと豆だと落ちたら食べれないが、落花生なら殻がついててそのまま食べれるなどが挙げられるね。あと千葉や宮崎、鹿児島でも落花生が使われている。というのも落花生の生産が多いから地元のものを使って厄払いをしている。あとそもそも何もまかない地域も存在する。真言宗が根付いている北陸の一部地域では豆まきは寺の行事ではないため何もまかないそう。次に多くの地域では鬼は外、福は内が普通だと思うけど、違う地域もあるんだ。最初は宮城県仙台市の言い方を紹介。仙台では福は内、福は内、鬼は外、鬼は外、天地地内四方内、鬼の面玉ぶっつぶせというそうよ。長くて覚えるの大変ね。それに表現がちょっと過激ね。これの意味としては鬼の目には特別な力があるとされていたから、その目から対処するという意味よ。確かに表現は過激だけど、それほど鬼が脅威な存在だったってことの表れよ。2つ目は福島県の二本松市では鬼、外、というそうよ。言葉が不自然すぎない？どうしてこうなったの？そこの漁師さんの名前が庭さんだったからだそうよ。庭、外ってなっちゃうからこうなったんだって。3つ目は茨城県つくば市鬼学部よ。ここではあっちはあっち、こっちはこっち、鬼学部の年越しだというらしいよ。全国で追い出された気の毒な鬼を呼び寄せる掛け声らしいよ。あと年越しの意味はさっき話した通り、現代の節分の日が昔の大晦日にあたる日だからよ。4つ目は群馬県の鬼市町よ。ここでは福はうち、鬼はうちというそうよ。というのも鬼市町が名前の通り、鬼が投げたいしてできた由来がある町だから、悪い鬼ばかりではないというのが鬼はうちになっているそうよ。ついでに紀伊半島や伊勢志摩半島では鬼はうち、福はうちというそうよ。鬼氏の逆バージョンね。別に地域の名前に鬼がついてるわけでもないのに、なんで？ここでも漁師さんの名前が由来するの。ここの漁師さんの名前が久喜さんという方なの。名前に鬼がついてるからよ。だからさすがに鬼は外とは言えず、そこを鬼は内に変えたそう。5つ目は初詣で有名な千葉県成田山新勝寺。ここでは福は内のみ言うそうよ。というのも新勝寺に祀られている不動明王は鬼を改心させる力があるとされ、鬼は外はいらないんだそう。6つ目は東京の観光スポット浅草寺だ。浅草寺では千秋万歳福は内というそう。千秋万歳は長寿を願う言葉で、鬼は外が使われないのは浅草寺にいる観音様の前に鬼はいないとされているからだそう。7つ目に紹介するのは京都府福知山市の大原神社の掛け声である。それは一般的なものと真逆で、鬼は内福は外というそうよ。福を逃がすの？なんで？というのもこの神社では鬼を受け入れ改心させ福として地域の家に開放することがこの掛け声の由来だそう。最後に紹介するのは沖縄。沖縄は独自の文化を持っており、そもそも節分があまり主流ではありません。沖縄ではうちという行事が行われます。うちはご先祖様にお餅をお供えしたり、餅を天井から吊るしながら鬼は外というそう。この行事は旧暦の12月8日に行われたそうよ。日本全国にはいろんな呼び方があるのね。あと一つ例外もあるの。それは名前が渡辺さんの人だ。平安時代の武将渡辺の綱が鬼を退治したことから、鬼は渡辺に対してトラウマなんだそうよ。そういえば子供の頃お腹が減りすぎて豆をどか食いしたら翌日腹が痛くなったの。服を溜め込みすぎると良くないのかしら？ただ単に大食いしただけだからだろ。というわけでご視聴ありがとうございました。